アルガナン伯爵が京を構える瑠璃城。その城下町には帝国中からあらゆる種類の人々が訪れる。船乗り、商人、旅芸人や遍歴の騎士、そして傭兵たち。彼らを引きつけるのはこの町に集まる富。しかしそれを手に入れることができるのはごくわずかな者たちだけだった。ここだったか、エルザ。え？なんだ、クォークか。誰かと思ったよ。なんだとはご挨拶だな。いきなり声をかけるからさ。何かあったの？ああ、この町に騎士の一団が来ているらしい。一つ面でも拝ませてもらおうかとな。へえ、そうなんだ。クォークはそういう情報が早いね。それがどうした。せっかく誘ってやってるっていうのに先に行ってるぞ。っておい、クォーク、本当に行っちゃうなよ。クォーク、トリスタ将軍のお出ましだぜ。あれが帝国の至宝と謳われた名将、トリスタ将軍か。今度大物が来るな。今度の結婚式は松代までの語り草になるぜ。騎士か。見てろよ、俺だって手柄を立てて騎士になってやるんだ。さて、そろそろ日も暮れる頃だ。俺は酒場に帰るが、お前は。エルザたちが瑠璃島を訪れたこの日、この日はくしくも領主アルガナン伯爵の姪カナン姫の婚約の儀が執り行われる日であった。そうなの。儀式って言っても夜空に花火を打ち上げるだけなんだけどね。へえ、さすが貴族様はやることが豪華だね。お、エルザ、なんか花火があるらしいぜ。教会の裏が穴場だってさ。お前も行ってこいよ。セイレンは行くの？私？ああ、私はほら、いろいろ忙しいからな。あ、男でも引っ掛けたのか？そんなわけ。私は花火よりも酒だ。ここの酒はうめえな。じゃあれ、もう酒が空になっちゃった。親父、酒くれ。ごめんなさい、今ので最後だったの。まさかこんなに飲むとは思わなくて。また仕入れて。よし、じゃあエルザ、ちょっとひとっ走り行ってこい。ごめんなさいエルザ、頼まれてもらえるかしら。今手が離せなくて。
早くしないぞ。私泣いちゃうぞ。わかったよ。行けばいいんだろ。アリエル、どこに行けばいいんだ？助かるわ。縄文広場の近くにある酒屋さんよ。よろしくね。こんばんは。もうまだ喜びにあふれあなたのハートも。うちは武具の交渉。にぎやかなもんだね。そうだ、いいこと。ケンスんとこ。ケンス、あんたがと店の酒。それで客よーへんそらよ。金は後で